ということでピックアッププレイ、今回はバイ田上豊ということで3回目を迎えました。今回まあ私田上豊が選ばせてもらったんですけど、今回で1周するでしょ、うん、はい、次回から各々3つから4つこれだっていうピックアッププレイを持ってきてもらって、全員でこう総集編を作るという第4回目からやっていこうかなと。で、伊沢君からこれ提案をもらったんですけど、見てる方もこのプレー入ってねえのかよって方いるじゃないですか。そういうのをコメントでいただいて、その翌週の動画でコメントでこういうプレーどうですかって来てましたみたいな、このシーンについてちょっと冒頭で軽く語ってみるみたいな、あーなるほどこのシーンねみたいな、あなたが選ぶピックアッププレーみたいな、ええやん、そういうのもちょっとやっていけたらと思ってるんで、ぜひ皆さんコメントでこのプレー入んないんですかみたいな、このプレーどうなんですかみたいな疑問でもいいし、皆さんが選ぶこうピックアッププレーみたいなものを僕らが見て解説するみたいなコーナーを設けたいなと思ってるんで、ぜひコメントでお待ちしてますので、よろしくお願いします。田野さん、あくまでもあれですよね、コンセプトとすればハイライトに入らないプレーですもんね。ハイライトに入らないピックアッププレー、ね、そう、うん、もちろん特典シーンもね上げたいのは山々ですがって感じですよね。特典シーンとかでよく解説してくれる人とか見ますからね、なんやかんや。田野さん、あれは MVP は、そう今回から3人が選ぶ MVP を決めたいなと思って、満場一致する可能性もありますしね。あります、あります。これは勝とうが負けようが今後続けていくこと。はい、ということでピックアッププレイ始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは映像とともに振り返っていきます。メジャーサセレ J3 リーグ第14節 FC 今治との一戦となります。あのさん、1個、はい、これ今治のグラウンドでしたっけ。そうです、今治の専用スタジアムですね。このありがとうサービス夢スタジアムで田野さんがネーミングライツ買い取ったんでしたっけ。感謝一歩で俺みたいですな、お前。今治の人に謝れ。逆に田野さんの許可が取ってないと、それはそれでおかしいな。いや、ありがとうってみんな使うでしょ。はい、ということで、今治戦のメンバー見ていきましょう。こちら、ゴールキーパー大西選手、センターバック田辺選手、ウェゼル選手、右サイドバック野竹淳也選手、左サイドバック江藤選手、ゴール決めてくれましたね。ボランチ中原選手、みんなが大好きハッタンダパーティー、ハッタンダ選手がまたこの試合のスタメンで出てました。トップ下、テクニシャン中のテクニシャン関本選手、左サイドスピードスター米澤選手、そして今回グスタボ選手が真ん中に入りまして、右サイド無尽蔵といえるボリオ選手が右に入りました。サブ白坂選手、藤原選手、保月選手、中村健人選手、山谷選手、茅沼選手、園田選手というメンバーになります。前半22分、米澤レイ選手動き出しからのトラップまで完璧と。じゃあ見ていきましょう。ここからここにいますね、田辺選手のこのパス、このパスの質も高いんですけど、このトラップですよ、からこのクロス、キーパーとディフェンスの間、セオリー通りの、どうですか。ナイスボールやし、うん、ナイストラップやし、できればグスタボ選手もシャケさんも追いついとかないといけないですよね、この間にね。レイと同じ勢いのスプリントしてゴール前には入っておきたいプレーでしたね。それぐらいけどレイがやっぱり抜け出しも良くてっていう分、まあこれも惜しいプレーやったなと思いました。で、見てほしいのがレイのパス出てくる前の動き出し、これオフサイドにならないように一回中にグーッと入り込んでから出た瞬間縦に走るっていう、このラインを舐める動き、うん、ダイアゴナルっぽい動きがすごい、俺は子供たちとかにもお手本にしてほしいなと思う。あ、けどナイスボールでしたね。ナイスボール、ナイストラップでしたね。前半24分、野竹淳也選手、ナイス判断でカウンター阻止と。これは右サイドバックっていうポジションなんですけど、自分のポジションを開けて守備に行くって結構勇気いるじゃん。うん、サイドバックは勇気いりますよ。でもそこで判断して、俺は今こいつを潰すんだ、止めに行くんだっていう決断をしてからちゃんと仕事をして終わるっていう、そこに淳也のサイドバックとしてのこう成長みたいなのがすごい見れましたね、うん。これですね、右サイドバックなんですけど、もう中央にいるんですね今。これいけんのすごいなけど、そう一回離されるけど、ここでボールが離れて止める、ちゃんとボールをノーファールで止めるっていう、ここからこの選手も足速いんですよ、相手の有馬くんやろこれ、うん、有馬くんすごいねこれ。自分のポジションを開けてるわけですか、でそのポジション相手が流れてこようとしてて、ここで変えられたらまずいわけですよ、蹴られて。まあようカバーしましたよね、1個目ちょっと剥がされてしまったけど、1個目剥がされずに並走してっていうのが理想やったんやろうけど、まあ、1個剥がされた上でもね、スプリント力としっかりそこでやりきる、大事っすよねこれ。例えば淳也が行かなかったとした時に、ただただラインを下げるだけっていう、相手がずるずるこう攻めてきて、シュートなのかクロスなのか数的不利になるのか、全員が下がらないといけないシーンだったけど、ここで止めてくれたことによってっていう、俺はナイスプレーかなと思って選ばせてもらいました。ナイスプレー、ナイスプレー。
前半32分、萱沼選手、魂の守備、もうこの人は魂です。この選んだ理由としてもそうだけど、萱が入ってこの守備であんまりこういい流れじゃなかったじゃん、前半の最初の方、うん、どっちかって相手に握られた感じで、この守備からチームの雰囲気が変わった、あ、俺らやんなきゃみたいな、そのシーンがこれ、はい、魂の、もう交代してすぐですよ、しかも魂の4同意、ここにいますよね。まず1回目、これこのまま 2人目で3人目まで行くわけですよ。でも間通されるけど4人目までまた行くわけですよ。ここで4回目で、まあファウルになってしまうけど、いい入りですよね。交代して直後にこれだからね、うん、入っていいアップできてるからだよね、だって、うん、間違いない。これカヤが行ったから、ジュンクも行かなあかんし、ジュンヤもしっかり出てこないといけなくなるじゃないですか。こういうフォワードのスイッチっていうか、行くぞっていう姿勢って、なんていうんですか、声じゃなくてもこういうプレーでね、示すの大事っすよね。これ、ジュンキもそうだし、みんなにスイッチが入ってるもんね、ここで。シャケさんもその1個先狙ってるしね。ジュンヤにスイッチ入って、シャケさんにスイッチが入って、最後ファウルになるけど、カヤが止めるっていう。ナイスプレー。一気にこのワンプレーで4人のスイッチを入れたわけですよ、萱沼選手は。でこの辺から流れ良くなったから、いいスプリントしますよね、かやほんまに。前回伊佐尾くんが取り上げてくれてたけどね、戻りのスプリントでね、素晴らしいかやほんまに。入ってすぐにああいう足パンパンになるまで追いかけるのってやっぱすごい、やっぱ後ろも助かるし、ね、ナイスチームプレーですね。いやー、ありがとうございます。前半30分ゴリオ純喜選手、もう完璧、子供たちのお手本にっていうプレーなんですけど、これ分かります？何かは分かんないですけど、もうこの潜在写真の顔も、もう子供たちの顔も完璧、いい笑顔。どういうこと？お猿さんみたいな笑顔じゃないですか、もう完璧。そこいじるな。はい、いきますよ。なんでかというと、ハッタンダ選手がスイッチを入れるパスを、縦パスを入れるわけですよ。相手がカットしようとして足出してめっちゃ高くボール上がって、そのボールをゴリオ選手がスーパートラップして、その後相手を騙すスーパーターンをして、その後さらに受け手が欲しいタイミングで相手のことを考えたパスをして、さらに出した後もう一回自分を動き直して入っていくみたいな、完璧なんだよ。純喜の動き直しすごいですよね。すげえよマジ、それマジですごい。じゃあいきたいと思います。こちら、これ縦パスカットされて、ここゴリオ選手、この柔らかいタッチから相手騙して、あーうまっ、あーうまい、タケさんの欲しいタイミングで出して、あったねこれ、で動き直すっていうね、あったあった。まずこのトラップよね、からのこのターンうまくない？うまい、これうまいな。うわうまい、これはうまいな。でこのパスで入っていってるしね、もう一回くれっていう、イメージあるんですよね、奥のレイが入ってきたりとか、うんうん、このターンしてうまい、シャケさん預けた、預けた、出した、もう一回もらう、レイ走るぐらいのイメージあるんでしょうね。うまいな、これうまいな。今ちょっと MVP 候補っすね、これは。これ簡単そうに見えたら簡単じゃないプレーだからね、うん、今のはすごいいいピックアップやと思いますわ。ありがとうございます。前半37分、崎本典之選手、エンジェルパス。エグかった。俺もこれ、思いました。あの距離で、あんだけ柔らかいパスが出せるかっていう、ワンステップで。レイに出したじゃない。そう、レイに出した。エグかったな。簡単にやってるけど、超むずいでしょ。ポンって、ちょっと浮かしたやつでしょ。あれはもう、そら、シャケさんもこの、現代写真の悪い顔になるよ、これ。いや、写真維持すな、お前。じゃあ、プレイ見てくださいね。いきますよ。こちら。シャケさん、ここにいます。こっから受けて後ろ向きの状態からワンステップでトン、これはすごいぞシャケ。いやいや、呼び捨てするのお前先輩や、シャケちゃん、うまい、シャケちゃん、これはすごいぞ。だって相手もある状態から出してくるなんて思ってないから、ね、多分誰も反応しないでしょ。だって反応できてないもん、ほらねえ、こっからよ、トン、すげえ、落とすか迷ってやめたんかな、その前のプレー判断変えたんだ、ね、判断変えたんっぽいっすよね。シャケちゃんうまいな、ほんまに。シャケさんだからできるプレーよね。で次もシャケさんなんですけど、マジサーモン祭りみたいになってるじゃないですか。サーモン祭りまた流行るからやめろお前。あのサーモン祭りですよ今回は、本当にまたやっちゃいました、あれか、
股抜きって言いそうなありましたけど、言わんときますわ。西川さん、お願いします。もう言っとるやないか。こちら、どうぞ。これまた今回は狭いとこ通してるんですよ。降りますね。自身ですからね、これ。局面変わりますからね。そう。相手何人います？ここに寄ってきてます、ほら、ギュッと。だって、もう後ろにも出せないでしょ。出せない、出せない。もうコース切られてるから出せない。前も相手いる。トン。うま。相手のこの悔しそうな、こう、内股になる感じですよね。7番も。戦闘不能ですよ、7番も。あ気持ち分かる、通された人の。ここからもう展開だからね。ジュニアがバンって縦に行くといいんですよ、あのハイライトにある。あー、ファールになったやつ。ファールになったやつ。ああいう局面を打開したから、東大のスペースがあったみたいな。こういうプレーいいっすよね、回避、うん。鹿児島の子供たち、どころかもう日本中の子供たちに見てほしい。前半45分、萱沼雄生選手、また出ましたよ、魂の守備。萱結構出てくるな。もう見てもらった方がいいかもしれない、これは。こちら。さっきの4同意もしましたけど、ここからチームを助ける守備ですよ、これ。で、ファウルもらってマイボールにするっていう。ああ、ナイスですね。あったね。ナイスプレーじゃないかなと思うんですけどね。こういう五分五分のボールをマイボールにして終わるって。しかも相手陣内で。うちの特徴でもありますけど、やっぱフォワードもやっぱ守備頑張るじゃないですか。うん、ここに入った時点で、沼にはまってますね、相手が。ああ、萱沼だけにちょっと沼っていうことを使ってますけど。さえ渡ってんな、最近。確かにそうだね。もう萱沼のディフェンスの沼にはまってると。沼にはまってます、これ。萱沼。だから萱沼。だから萱沼っていうのが、ほぼ正解ですわ。一旦マジで人気あるからね、お前のコメントっていうか、そういう一言一言。今回もちゃんと使わせていただきますんで。はい、お願いします。後半57分、大西翔吾選手、高精度キックと。相手がまだ整ってない時点で、ロングフィードのやつですよね、パンドキック。あれも素晴らしい。スペースに落とすとか、裏に長いボール蹴るとか、そういうのって、まあ、やることができるじゃないですか。うんうんうん、相手と相手の間にいる選手にピンポイントで落とすっていうキックなんですよ、これ。それって難しいじゃん、結構。キャッチして蹴るまでの秒数も少ない、判断のスピードとかも、これは一級品だなと俺は思って、今回ピックアップさせてもらいました。プロのキーパーって感じですよね、これ。ほんとそう。キーパーってめちゃくちゃ身体能力高いじゃないですか。そうだね。やっぱ至近距離のシュートに対しての反応であったり、うん、キックのとこほんまいいですよね。じゃあ見ていただきましょう、こちら。これね、うん、クロスの折り返しをキャッチして、すぐ2秒ぐらいじゃん今の。おう、うまいよね。いや、うまいっていうかこれ判断がすごいよね。もうこの時点でもう、うん、蹴るっていう選択肢になってるわけでしょ。そうだね。でこのキックでしょ。すごくね。カヤも多分いい動きしましたよね。そうね、映ってないけどね。動き出してそれ見えた大西が蹴ったのもあると思うんですけど、まあけどあのスピードで持って蹴る吉岡キーパーコーチの練習の賜物っすね、これ、うん、やっぱこういうのってでもハイライトに絶対上がんないじゃん。あ、そうだね。なかなか見れないですよね、うん、この人たちの存在があってあの人たちが輝いてるみたいな、こうで繋がってるわけですから。後半75分、田辺選手、クリアをパスにっていう。もうこれは俺ずっと伝え続けてきたんだけど、今まで。クリアすれば楽なところを、自分が無理な体勢でも仲間につなぐ意識。そのつなぎによって、みんなが楽になるっていう。見ていただきましょう。こちら。相手と競り合いながらなんで。この状態で、もう味方のスペース、どこにいるか見て、こうやって落とすっていう。大事な技術ですよね。田辺君見てもらったら分かるけど、ボールから目離してない。うん、しかも首そっちに振ってるもんね。お、確かにね。このターンも前だよ、中原選手の見ててもらったら、はい、すごい技術だよこれ本当に。鹿児島のポゼッション率の高さってこういうところも絶対ありますよね。あると思う。セカンドボールをマイボールにできたりとか、ルーズボールをマイボールにつないでくれたりとか。 J3 で圧倒ですって言ってましたもんね、解説も、うん、そうそう、その象徴として俺は一番に来るのが田辺選手じゃないかなと思ってます。この鹿児島のサッカーの象徴、このセンターバックってポジションにコンバート今年されて、まあ格好はあっただろうね、センターバックやるっていう。その中でこのプレーができるってすごいよね。後半85分、86分、87分、まあ、一番きつい時間帯ですよ。すごい立て続けじゃん。立て続け。ベンチャーにさせてもらったら、もう同じようなシーンでも、潰しとか1対1のシーン、見事にシャットアウトするから、ちょっと見てほしい、これは。もう、センターバックずっとやってたでしょっていう人の、こちらのシーン。ああ、分かった。1対1。だね。これ、ファウルもらってマイボールですね。1対1の対応ですね。ここで止まれる、そして相手を食い止める、このパワーもそうだし、判断、うん、
もう全てがセンターバックですよ。そして2つ目こちらだし、これはファウルになるんですけど、カウンターを止めたし、ボール触ってますけどね。そうですね、うん、まあファウルかなっていう感じはしますけど、よく止めたなって感じじゃないでしょう。背負われるだけでも全然違いますからね、この後ろの選手が出てきてってなるんで。ナイスプレーで、このシーンここにいるんですけど、これマイボールに、ね、で繋ぐっていう、相手からボール離れた瞬間にもうここだっていう、コーナーアンテナですよね。で取り切って次来たけど、しっかり繋いでボールは残すっていう、やっぱこの時間にこういうプレーができるのも負けから学んでるっていうか、こういうとこやっぱ厳しくしないといけないっていうところは分かってますよね。うん、そうだね、大事なプレーやわほんまに。やっぱちょっとこの時間もあって、ちょっとオープンな展開になったじゃないですか。後ろはそれで耐えて、これで引っ張られてもあかんし、待ってもあかんしね。やっぱこういうところで奪えるのが一番素晴らしいプレーだと思いますわ。こういう一つ一つのプレーの積み重ねが最後のゴールまで相手を下げ、これで下げさせるとか、セカンドボールみんながこう拾う意識を持つとか、こういうプレーの積み重ねで最後のゴールが俺は生まれたと思ってるから。後半アディショナルタイム、もう勝ってるシーンですね。これ山江選手倒れない強さ、ラストのプレーですよね。ゴリオ選手が最初ボールを持つんですけど、クリアできたんですよ、ゴリオ選手簡単に。そこクリアして相手ボールにするんじゃなくて、ドリブルで運んで相手引きつけて山江選手にパスするシーンなんですけど、こちら、はい、でここからゴリオ選手出した後またもらいに来てくれて、この準備すごいでしょ。これすごい、ただここで山江選手倒れないっていう、ここでも倒れない、で預けて、でもう一回動き直してもらう。ゴリオ選手のスプリントもすごいけどね。いや、すげえ。時間見て95分だよ。いや、純喜すげえ。あの、ゴリオ選手のスプリントもちろん素晴らしい。けど、ここでキープして倒れない、こう、山谷選手。うん。途中から出てくるのって難しいじゃん。まあ、若い選手だけど、チームが勝ってます。どういう状況で、今どういうプレーをしないといけないっていう判断ができてる。俺みたいなアホみたいな選手がいたらさ、あそこから切り込んでシュート落ちってさ、キーパーキャッチしてそのままカウンターでやられるとかあったじゃん。じゃあ練習でヤスさんに怒られてたじゃないですか。はい、あんまり言うな。ラストおまけということで、吉岡陣形コーチ、雨天の中崩れない髪型ということで、これはちょっと僕じゃなくて谷口功君からどうしてもということでピックアップで、あの、僕にメールが送られてきて、これは功君なんででしょうか。選手にとって雨の日の髪の毛のセットって死活問題じゃないですか。まあ大事ですね。田野さんと勝は今の状態 もう全く関係ないけど。お前それ引退だけやろ、お前それ。ちょっと長い時ってどんだけワックスジェルつけてもちょっと雨降ったらもうふにゃふにゃってなってまうんですよ。確かに。それがヨシさんはもう崩れたことないでしょ。ない。練習でも髪の毛こんなになってヨシさん見たことあります？ないでしょ。ない。そのもう謎を今回なんとか究明したい。それでこれをできるだけアップにしてスローでお願いしますっていう、あの、連絡が僕に来て。見てください、ぜひ。じゃあ見ていただきましょう。これですね。もうバッチバチじゃないですか。確かに。この日雨降ってますから。雨すごかったですから、この風も若干ありましたからね。バッチバチよ、もうこれ。確かに、全然崩れてない。キャーン決まってますね。今多分、貝沼選手が出るからセットプレーの説明を多分してるところなんですね、これ。前半30分。まだ崩れてないです、これ。からやっぱあの大西のキックにもつながってますからね。なるほどね。素晴らしい。今日の MVP 候補入ってくんなこれ。MVP は違うだろ、こう番外編だから。確かに。でもなんでこんな崩れないのかを聞いてみたいね、ちょっとね。もうよっさもかっこええわほんま。よっさん番外編ということで、おまけということでした。ということで、ピックアッププレー今回はここまでということでしたけれども、最初お話ししておりましたけど、今回の今治戦 MVP を選んでいきたいと思います。もう決まってますか？違う選手の場合はそれぞれ思いをプレゼンしてもらって、共感を得れればその選手にも決定するというか形でよろしいでしょうか。はい、それではいきましょう。せーの、純喜。俺純喜。純喜。純喜。そうです。全員一致と。もう90分、ロスタイムだったら100分ぐらい試合してるんだけど、100分試合してる中で攻守にわたってあれだけこうチームのためにスプリントできる、プラスチームのために声を出せる、なかなかいないよな。しかもただ走ってるだけじゃなくて、効果的なスプリントとか、ちゃんと相手が嫌な場所でボールを受けたりとか、ちゃんと技術面もしっかり見せたりとか、全てにおいて本当素晴らしかったね。もちろんね、タクマが決勝ゴール決めて素晴らしいなとも思ったんだけど、やっぱこう1試合通してみて、やっぱ純喜のこう貢献度っていうのがちょっと勝ったかなっていう感じでしたね。
まさにその通りだと思います。俺も今言おうと思ってたこと全部言われたなと思います。すいません、なんか、うん、今回ピックアップ MVP は五条純喜選手決定しました。おめでとうございます。おめでとうございます。見てくれてるかな。めっちゃ見てね、純喜。それでは、ラスト一言ずつ言葉をいただこうかと思うんですけど、じゃあ水本のかっちゃんお願いします。はい、最後たくまが決勝点取っていい勝ち方ができたので、次の試合もいい流れで勝っていただけたら幸いです。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ伊沢さんお願いします。やっぱこう監督がね退任されて難しい期間をこうみんなで戦ってきたわけじゃないですか。まあ大須さん中心になってこうやってきて勝ってね、今回も次上野さんに変わりますけど、今までの積み上げになると思いますし、これからもう一回強い鹿児島を後半に向けて次の試合も勝って一個一個順位を上げていけるような鹿児島ユナイテッドみたいなと思います。これからも楽しみにします。ということで、本日はここまでということで、伊沢くん水本の勝ちありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。